トマトベリーってのはこの品種の、この品種の名前って考えてよろしいですか。はい、そうですね。いちごのストロベリーとトマトで、トマトベリー、いちご型のトマトということでトマトベリーという名前。あ、そういうことなんですか。はい、やらさせてもらってます。実際それを掛け合わせてるわけじゃないですよね。あの別にいちごは血は入ってないので、はい、はい、トマトの味ですね。甘いトマトという。そうですね、酸味が少なくて、中の水分が少なくて肉厚がしっかりしてる糖度の高いミニトマトですね。はい、そうですね、野菜というよりかはフルーツ感覚で食べていただければというふうに思っています。単体で置いとくとか。そうですね、もうそのままどんどんパクパクそれだけで食べていただけるような。デザートに入れるというのはどうですか。デザートも今いくつかケーキとかでも、ケーキとかアイスとかにも入れて使っていただいてはいて、はい、ゼリーとかでも今使用はしていただいてます。なんか面白いですね、すごく。そうですね、ありがとうございます。おかげさまで。そのタイプのジュースですね。あ、これがジュースなんですか。はい、加熱したタイプ。これは甘い。そうですね、これ今10度ぐらい、糖度10度ぐらいです。これがゼリーですね、トマトベリー。あ、これがゼリーなんです。パッケージが。デザート感覚で。リコピン量が相当高いので、通常の 3.5 倍ぐらいです。